ではこれよりちょっと不思議な物語をいたしましょう。もちろん戯れにですが。21世紀なんて来るものか。この世界は20世紀の末で滅びるのだと僕らは思っていた。なんとなく怖い。非閉塞性無精子症です。は、おたふくさんでやりました？大人になってからとか。いえ、何かの原因で精子ができないんですね、あなたの場合は。残念ですが。つまりこれからはその遊び放題ってやつですね。はい。閉塞性無精子症、雨に濡れても始まる前が。私の誕生日に22本ろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、ごめんなさい。いらっしゃいませ。こんばんは。今も。はい。流行ってるの、そんな古い歌。父がよく歌っていましたから。そう、1971年になります。うん。濡れてますね。ひどい雨だからね。店をお預かりします。ありがとうございました。君、歌を歌うんだ。歌いますよ、そりゃ。
何ということだ。雨に濡れたコートのように古い昔の歌までが身にまとわりついてくる。焼けっぱちの夜だった。そして俺、今43歳。滅亡したはずの世界に住んでいる。3年頑張ってそれなりの業績を残して帰ってくれば東京本社の取締役だな。それなりですか。ウィリアム社長は人選は俺に任せると言っておられる。はあ、杉田君の方が君より先輩だが、どちらか受けた方が勝ち残りだ。はい、優秀な方が一人残りはいい。高級鳥の数を減らさんとな。飯だ。ウィリアム社長とな、欧米流の合理主義、腹は膨れるが味は今一つだな。来年の下半期は大変なことになってると。リストラ旋風だ。その中で君は上海で安泰というわけだ。でもどうして杉田さんではなく僕が。俺が目をかけてるってことよ。行ってらっしゃいませ。鉄道は持っていけないしな。鉄道？うん。なあ、模型の記者。バカね、敏郎さん。あなた趣味と習性とどっちが。でもそういう世代よね、私たち。契約単勝だろ。でもな、由美さん、それって軽量か薄型か短く小型か、電気機器なんかの発達発展を示す略語なんだぜ本来。へえ。それが転じて比喩的に文化的精神的な面にも使われるようになったんだ。そうなんだ。短所ってあっちの話じゃないんだ。あ、なんか分かった。こんなことばかり詳しくったって何の役にも立たないけどね。それより敏郎さん、あなた杉田さんのこと気になってんでしょう。でも杉田さん結婚早かったからお子様もう30歳になってるはず。退職金も出るし悠々自適よね。あ、こんなこと詳しいのは私秘書課だから。よし、杉田さんこの頃見えちゃらんね。元気にしろと。おじさん、おじさん。はい。おじさん、1960年代症候群って知ってます？え、何年それ。60年代生まれてね、晩婚、非婚、少子化。この人や私みたいの。はい。ノストラダムスって知ってますよね、大予言。おいおいおい、ありがとう。確かこの地球が1999年とかに滅びるとかってね。まああの頃は大層な話題になっておりましたよね。あの大予言をね、まともに信じちゃったのがあの頃子供だった私たち。で、なんとなく未来放棄しちゃったまま生きてきちゃった。暗示にかかっちゃったんだよね。そげなもんやろか。で、こりゃダメだってんで私は一大決心。3年公園おばさん計画。おい、3年後には子供を産んで会社を辞めて母親になって子連れの公園おばさんデビューいたします。すごいでしょ。で、一番大事な時にバブルの洗礼浴びちゃってるでしょ私たち。で、自己中で欲張りで恋愛も趣味も雑学も。仕事や頑張りは上の段階の世代にみんな捉えちゃってるから、あえて何もせず下からは段階ジュニアが追い上げてくるしね。しらけてばかりいても何も始まらない。だからせめてもう子供産むしかないじゃん。子供を持って初めて世の中は自分を中心に回ってるんじゃないってわかるんじゃない。あ、
私3年後まだ39ですからね。もっとももう1年経っちゃったけど。子供はよかですね。いらっしゃる通り、子供を持って初めて責任感が生まれる。自分の人生も見えてくる。ついでにね、人生ってのはそんなに長いもんじゃないなってこともわかる。おやさん、つなぐり。あいよー。おっしゅ。ねえ、敏郎さん。あなたもね、子供が生まれたら。行く方がいいよ、上海。本当、それがいいよ。模型の記者は行けなくても行けるから。私は放火とかじゃありませんから。待ってたんです。俺を？はい。君か。ここを通ること知ってたから。うん。私と援交してください。は？クビになりました。いらないんだって。私お店売り上げ少ないから。今月の家賃払ったらお金も1円もなくて。母の命日なんです。これで供養するつもり？それから私の誕生日なんです。私を産んだ日にあの人は死んじゃった。それだけのこと。ほう。で、腹いせに去年のクリスマスとか残ってたろうそく全部もらってきちゃった。コンビニのかい？私の田舎ね、町中にろうそくともすお祭りがあるんですよ。田舎？薄木って知ってます？大分の薄木？驚いたな。僕も大分生まれだよ。薄木の隣の津国。そう、行ったことないけど。君。はい。聞いていい？名前。田口。恥ずかしい。平凡でしょ。でも名分かり。花という字にね、チリンとなる鈴と書きます。田口。カリン。カリン。変わった名前でしょ。でも名前自分でつけるわけにはいかないし。家族は？いや、尋問みたい。すまない。僕の名前は川野敏郎。平凡なサラリーマン。名前もどこにでもある平凡な名前。僕はね、知りたいだけだよ。君のカリンちゃんのこと。もっと父親がいるけど反対されたのを押し切って飛び出してきたから絶対に変えたくない。ほら見ろって言われるもの。うん。弟も二人いる。でも本当の兄弟じゃないよ。義理のお母さんも死んじゃった。で、どうしたらいいかわからないし、ハケ親父じゃ嫌だし。このマンションに住んでるくらいならお金持ちでしょ。それにハンサムで優しそうだし。僕のことかい？それに独身だよね。買い物でわかる。今日もたくあんですか？
ちは遠行なんてんじゃなく、いっそ嫁に来るか。年収は1500万。家族は姑とかいないよ。親は死んだ。兄弟もいない。私産みたくないよ子供。お産で死ぬのも嫌だし、あの人みたいに。ああ、俺もその方がいい。じゃあ合格。はい。ろうそくで。ろうそく。俺が全部買うよ。私これ売るつもりじゃ。君がマッチ売りの少女じゃないってことは分かってる。でも今夜は僕のお祭りでもあるから。僕より俺の方がいいな。ねえ、どうすればいいの。私吹き消すのさ。ろうそくの明かり、カリンの誕生日のお祭り、それだけでいいの。いいさ。それから。それだけでもまた会おう。ここで会えるよね。はい。誕生日おめでとう。はい。嘘のようだが、人生には時にこんなこともある。時にとは言えなくともこんなこともあるのだろう。それにしてもまさか。陽子ちゃん死んだよ。陽子ちゃんが死んだ。残念でした。は、男の声。いえ。死んだ。陽子さんが。陽子ちゃん死んだよ。陽子ちゃんが死んだ。薄木の田口家の嫁に行ってすぐな。最初の子供のお産で。薄木の田口陽子かりん。葉っぱの葉に子で陽子。簡単でしょ。それが私の名。でも琴の葉とも言うでしょ、言葉のこと。だから私気に入ってるのよ、この名前。大いによ。今になって、世界の滅亡後の今になって、一体何が始まろうというのだ。それとも待っていたのだろうか。僕は物語の続きが始まるの。あいおい君、すごい。おお、北島。
一の辺の一子の花の一白く人みな知りぬ我が恋妻は柿の本人まろ我が恋妻早く早くおい川野もっと死んでないおう北島くんどうしたの川野くん自転車が動かないの外れてただけ後で油さしておくといいよありがとう助かったわ敏郎くん知ってるでしょ私の名前はああ北島陽子くんそう葉っぱの葉の陽子琴の葉の陽子それで短歌愛好会なんだだって私が入らないと部員途切れて廃部になっちゃうって言うんだもん私困ってるものの味方敏郎くんもそうよねうん今度なんかお礼するねじゃすごい天才ね陽子は何やらしてもどうして網棒使わないでそんなに器用にできるの簡単なもの誰にでもできるよ教えてあげるよもうすぐクリスマスだしラッキーだね、それもらうやつ誰にあげるのかなあー、それわが小妻さんだ小妻さんだ一子の花の一白く帰りにギョロップ作っていくんだギョロップか、いいねあの時、陽子が編んでいた白いマフラーだった我が恋妻は終わり
知ってる？この赤い色、リコリスの花。私の大好きな花の色よ。でもみんなの前ではしないこと。陽子。じゃあどこでするんだ。それにリコリスってなんだ。あの母はもういない。そして陽子も。杉田さん。おう。なんで土曜にこんなとこ走ってるんだよ。杉田さんこそ驚きました。顔見せないように気をつけてたんだかな。同級生が警備会社やっててな、月1日でも2日でもできる日があれば稼がしてやるって言うからさ、まあ月3万でも貯金できればいいかと思ってな。ニートって知ってるな。ええ、まあうちの長男今年で30歳なんだけど、それなんだ、はあ、一度就職失敗してな、なんか対人恐怖症みたいになっちまってよ。パラサイトシングルって言うんだよ。 100% 親がかりだよ。それに25歳の次男がいてな、これがまた才能もないのにミュージシャン志望でよ。挙句女とギャンブルにハマって借金借金で返せなくなって年中泣きついてくる。大変なんですね。それから23歳の三男が、はまあ最後のは嘘だ。今俺が稼いでるからなんとかなるが、俺も女房も健康診断でいつも引っかかるし不安でな。たとえわずかでも稼げるものは稼いでおかないとな。杉田さん驚いたろが、本業には差し障りのないようにやっている。内緒にしといてくれよな。頼むよ。もちろんですよ。組み合わせにいつかビールと焼き鳥でもおごるよ。ああ、っていうわけには参らんか。三田さん。やら、休憩終わり。結構きついぞこの仕事。ごちそうさん。川のな、子育てって一生もんだぞ。だからいいもんだ。ビールに焼き鳥、君飲めるんだろ、カリー。私は食べます、うん、この間の誕生日でいくつになったんだ君。21。おじさんいくつ？聞いてなかったよね、年。43、もうじき44。あの人と同じなんだ。生きてればだけどね。私が隠れなきゃならんのよ。一応私にも夢はあったんですよ。過去形で語るにはまだ若すぎるよ、カリンは。だって無理なの。自分の生活だってできないの。お花屋さんとか喫茶店とかそうなの。で、方針変更かい？変更のこと？まあ、一時しのぎかな、それは。
すごい時計。これでラーメン何杯くらい食べられるんだろう。はい、お嬢さん。今日ね、これがうちの店で一番うまかと。わー。私のね、人生の最終目的はね、素敵な人と結婚してセレブの主婦になる。ダメ？昔からそれが女の子の普通の夢だい。まあ、おいしいものをうんと食べて幸せにならんと。うん、おいしい。ほんとおいしい。私どんどん元気になるみたい。一の辺の一枝の花の一枝ろ。人を皆知れぬ我が恋妻は、隠そうとして隠しきれないのが恋の炎。一枝の花を借りてその思いを歌った歌である。また私の知らないこと始めたの。うん、川野さん、専務が呼んでる。なんだ、内線くれればいいのに。たまには顔見たくてね。うん、最近誘ってくれないじゃない、焼き鳥とか。なんだか忙しくてさ。返事どうするんです、上海。いろいろ答え出さなきゃね。そうだな。若い子と遊んでるの楽しい？ん？見かけてよ。そうか、一緒になろうと思ってるんだ。はっ。危ないですよ。どうした？何をそんなに迷うことがあるんだ。行くか、さもなくば会社を辞めるかなんだぞ。はい、お受けするつもりです。ですが、もう少しだけ猶予ください。つもりか。前々から言おうと思ってたんだがね、どうも君たちの世代は自己中心的かと思うと妙に引っ込み思案で押しが弱くてはっきりせん。ああ、まあそうかもしれません。一億総中流なんて幻想の中で育つとそうなるのかね。それなりに生きてるんですけどね。俺たちを見ろ、サメだ、上手だ。泳ぎをやめるとな、酸欠で死んでしまうんだ。生きるってことはな、全てを蹴散らして突進だ。優しさと軽さだけではやっていけんの。はい。君も戻りたいだろ、東京本社。はい。それとも生まれ故郷が近いからこっちでもいいのか。はい、いえ別に。もう僕なりに、それなりに一生懸命生きているのだけれど。おやじだな、俺も。珍しいのね、今日はどんどん歩いていかない。離れすぎだと思うか、年22歳さ。いいんじゃない、別に愛があれば。なんだか追われているような気がするんだ。私油断してたのかな。立ち止まってるわけにはいかんしな。ああ、そこそこ。ミミ、どうだ今夜、久々に焼き鳥。いいよ、別に無理しなくったって。私結構持ってんだよ。ああ。頑張んなさい、応援してあげるから。時にのろけたくなったら会ってあげる。私も3年公演おばさんデビュー計画があるからね。お金持ちってどうして高いところに住んでんだ。寂しいからじゃないのかい。いつまでも回り続けるのね。終点ないのね。
電気が切れたら止まるさ。おじさん子供みたい。ん？可愛いってこと。向こうへ行って落ち着いたらすぐに呼び寄せるから。それで3年くらいして日本へ帰ってきたらどこかに君の店を出そう。でも私たち。ん？まだキスもしてないの。いやらしい親父にはなりたくはないからね。君、何か入ってるのか？ポケット。石。石？拾ってきた。ただの石。私ね、おじさんの姿をコンビニで見るようになってから、いつの間にかあなたのことが気にかかるようになってた。なんだか嬉しかった。でもね、考えてみたの。もしあなたがお金なんかない、ただの冴えない親父だったらどうだったろう。どうにもなってないよね。つまり私、あなたのお金に惹かれただけ。そうかな。私思ったの。自分の心をごまかしてもダメって。どんなに若くてかっこよくても、私年収100万のフリーターと生活なんかできないって。もうお金に困る巻き込み生活は嫌って。かりん、私今夜泊まってくの。いや、もう帰り。でも、だからやっぱり連れてって上海。私あなたにそうされた。そうしたいの。あの人が死んじゃうからいけない。そうよ、死んじゃうから。1999年7月、我らが世界は滅びるのだぞ。ノストラダムス、僕にはそんなのあまり信じられないけどな。私は信じるよ、面白いもの。ねえねえ、その時敏郎くんはいくつ？38かな。じゃあ私もそうだ。おじさんとおばさんね。ずっと遠い先の物語。その頃私たちどうなってるんだ。今年も咲いたね、リコリス。リコリス？マンジュシャギだろこれ。彼岸花とも言う。死人花、地獄花、幽霊花、墓花、捨て子花とも言うわ。昔はね、人が死ぬと土葬だったので、ネズミやモグラなんかに荒らされないようにお墓周りにこの花を植えたのね。だから猛毒なのよ、この球根。そんな縁起の悪い花、どうして好きなの？でも言葉は綺麗でしょ。花言葉は二つ。思うのはあなた一人。それから悲しい思い出、物語もあるの。この花、花が咲くときには葉がなく、花が終わってから葉が茂るの。葉は花を見ることがなく、花も葉を見ることがないから、もう一つの名前は葉水、花水。葉水、花水、素敵でしょ。憧れちゃうよね、きっと悲しくって。この花子供作れないのよ。私決めたんだ。敏郎くんが東京の大学行くのなら私も一緒に行こうってね。葵生くんは京都の大学の経済学部だって。でも私は東京。みんな旅立つのよね。世界の滅亡までせっせと頑張ろうよね。近づけば近づくほど陽子が遠くへ消えてしまいそうで、僕は怖かった。早く早く。綺麗な人は綺麗に、そうじゃない人はそれなりに映ります。
今日はいいな。ようやく憧れの藤田先輩と二人きりだなんて。はしゃいでないでちゃんと運転してよ、小磯くん。大事な体なんだから。未来の母ですからね。はい、分かってますって。それじゃあ、先輩。あの人の記憶何もないの。私が3つの時、薄きのうちが火事になってほんの少しあった写真も焼けてしまった。小学校に上がった時聞かされたわ。あの人は死んだんだって。義理のお母さんも2人の弟も優しかったけど、私ずっと思ってた。私があの人と一緒に死んだ方がお父さんは幸せだったんだって。ここでいいです。いや、荷物もあるし、君のアパートまで送っていく。ありがとう。こんなにたくさんお買い物してくれた。でももうあんなボロアパート見られたくない。恥ずかしいから。そうか。じゃあ、さよなら。カリン、おやすみ。承知したんですね。ああ、喜んでたわ専務。あなたが悪いんじゃないから、杉田さんのことは気にすることないよ。本当は優しくなんかないよな俺たち。優しいふりして気が弱いだけだ。これ。何？あなたの彼女のアパートの住所知ってた？だよね、あなたは。私嫌な女よ、分かってる。あとつけたの、恋がたきの簡単な地図も書いといた。恋がたき、一度言ってみなさいよ。彼女あなたに大きな隠し事してる。あなたたちの仲を壊そうってんじゃないのよ。問題解決してほしいから。いやだ、なんで泣けてくるんだろう私。敏郎さんに言わなかったっけ？何も言わなかったっけ？言ったつもりになってた私がただのバカってこと。エミ、病院に行ったんだ俺。検査しいな。前から少しおかしいとは感じてはいたんだけど、資格がないんだ俺。非閉塞性無精子症。君の子供の父親にはなれない。公園おじさんにもなれないのさ。敏郎さん、これありがとう。また飲みに行こうね、焼き鳥食べに。
ことは元気か。何ちんたらちんたら変な取り方すんじゃねえ。すいません。食った？ぶつかりましたか？申し訳ございませんでした。はいはい。車。はい、友達も借りました。どこの地域？みんな慣れた地域取りたがるからどこでもっていうわけにはいかないけど。どこにすればいいんでしょう。初めてだもんな。そうだ、ここはどうだい。多摩ニュータウン地区、団地だから道も分かりやすいし、まとまってるから効率もいいぞ。ごめんなさい。あ、あちゃん、この間の芋菓子ごちそうさま、美味しかったよ。あれ、一応も好きだったんだ、樋口一葉。とにかく、多く配った者勝ちだからね。あ、あの地域の配達はほとんど純文学的だ。工夫次第で面白いぞ。はい、じゃあそこにします。よし、はい。お願いします。効率はいいが平凡だな。はい、次の人。お前騙されたな。そこ大変だぞ。え、どうしてですか。いや、わかる。皆さん、一日どれぐらい配るんですか。慣れれば300個はいけるよ。まあ新米なら150ってとこだな。150か。ともかく人生は胃袋だ。お前本など読まんだろ。読みましたよ、なんとなく聞いてたら。おい、50個で1万5000円か。隣なのに降りて登って嘘だろ。
個しか行ってない。何が純文学だ。田辺さん。はい。お届け物です。こちらにサインお願いします。はいはい、こちらにサインを。アルバイト？はい。学生さん？はい。うちの息子の時代はね、半歩半歩革命だってずいぶん心配させられましたよ。ありがとう。お元気でね。だけどでもお買い物くらいはできるわね。上海で。ああ、私美味しいご飯作ってあげるね、敏郎さんに。それは楽しみだな。変な遠行ね。どちら様？今日は土曜日だからバイトないだろう。ちょっと話しませんか？誰ですか？そのカリーの。ああ。歩きましょうか。あの、誤解しないように言っときますが、俺とカリーはただのルームメイトです。え？ただのルームシェアです。同居してるだけです。同級生なんで。その方が安いし。あのな、昔から言うだろう、健康な男女が一つ同じ屋根の下にいて何もないなんて言い訳が通用すると思ってるの？カリンのお父さんもそう言いました。お父さん来たの？この前。カリンには会わなかったです。俺と一緒なのを見てひとまず安心したというか、余計心配になったというか。同級生だから高校時代から知ってるんで。しかし、じゃあカリのことどう思ってるんだ君は？それもお父さんと同じです。別に何とも思ってませんよ。友達です。じゃあ俺が彼女を連れて行ってもいいのか？どうした？なぜと思ってる？あなたのことは聞いてましたから。覚悟はできてますけど、それはやっぱり少しは寂しいです。分かってますよ。
情けないです。俺は年収100万のフリーターですから。もういいでしょう、行きますよ俺。どうした、大丈夫か。大丈夫です。ちょっと君まともなもの食べてないんだろう。久しぶりです、ビールなんか飲むの。ヒレ君、聞かせてくれよ、君とカリンのこと。もっと高校に入ってあの子を一目見た時からずっと好きでした。同じクラスで帰り道同じ方向だったんですよ。それで告ったんだ、君たちの言い方で言うと。なんだか妙に親しくなっちゃって、逆にそういう雰囲気じゃなくなっちゃって。そのまま変にそういうことすると逆にもう近づけなくなるじゃないですか。俺一緒にいるだけでよかったし。卒業して俺よせばいいのにウェブデザイナーになろうなんて考えて家飛び出して、そしたら後からあの子が来たんですよ、薄木から。それで一緒に住んだのか。お互いの夢が叶うまでって。でも気がついたらいつの間にか家賃払って食べていくだけが精一杯になってて、何度も言おうとしましたよ、カリン、俺がお前の夢を叶えてやる、だから二人で一緒に頑張ろうって。でも言えなかったんですよ。俺年収100万足らずですよ。しかも高卒で手に職ないし、この先どんなに頑張ったって。そしたらこの前。ひろちゃん。ん？結婚するかもしれない。君は何も言わなかったのか。だってあいつの夢が叶うんでしょ、セレブなんでしょ。あいつだけでもこんな生活から抜け出して幸せになればいいと思うじゃないですか。よし、食べてみろ、うまいんだ。おい、どうした？うまい。こんなうまいもん食ったの初めてです。そうだろう、たくさん食え。男は酒場でだけ泣いてもいいんだ。悔しいです、食わせてやりたいです。こんなのあいつに。あいつカリンの方がよっぽど食ってないです。腹減らしてんですよ。食べなよ、いいよ。まだですね、カールさん。あなたにも。そうだっけ。ああ、新入社員の頃杉田さんに連れられてきて、同じこの場所やった、うん、あんたも同じような顔しとったよ、あの時。うまい。そうだろう、ここの焼き鳥はうまいんだ。どうも。うまいもん食うと元気が出んだろう。どう、はい、東京からこっちに回されたのは仕方がない。悔しかったら泣け。男は酒場でだけ泣いてもいいんだ。
でもな、簡単に会社を辞めるなんて言うな。お前は頭のいいやつだ。え？いつか必ずひっくり返せる日が来るよ。え？だから我慢して続けろ。俺だって頑張ってんだから。杉田さん、最近全然姿見せにしらんが、どうかしちゃった。ヒル君、今日俺が来たことカリンには黙っておいてくれ、頼む。それからカリンにはもう食べさせた、ここの焼き鳥。はい。でも川野さん、あいつのこと幸せにしてやってくださいよ。お願いします。はい、どうぞ。1900円でございます。991円のお返しですね。次の人、別れたら次の人。二人で撮った写真を貼るようにと、僕の誕生日に陽子が送ってくれたアルバムだ。一の辺の一枝の花の一枝録、人みな知りぬ我が恋妻は陽子書く。学生さん、どうすんの？買うの買わないの？少しお金が足りないんです、仕送り前で。ま、売れ残っても仕方がないから半額にしてあげよっか。本当ですか？お誕生日、ガールフレンドの。いえ、そんなんじゃ。ろうそくは？は、何本？22本です。ほら、ご覧なさい、やっぱり恋人だ。は、お名前は？陽子です。葉っぱの葉に子で。葉っぱの葉に子供の子。心が吸い込まれていきそうな大都会の夜。僕が間借りしていた下宿だ。
遅かったわね。ただいま。悪いね、いつも洗濯やってもらって。田舎での東京の苦学生、助け合うのが当たり前、友達だもの私たち。うん、それにごめん、パーティーの支度何もしなくて。いいのよ。でもどうしたの？今日罰金払ってきたら、ほらこの間のスピード違反、5万も取られて、バイトの稼ぎ全部もぎ取られちゃった。すごいケーキ。私もね、今日はいいもの持ってきた。レコード、22歳の別れ。だって私今日22歳だから。だけど、じゃあ別れはないだろう。学生生活だよ。来年の春卒業だものね、二人とも。ああ早いね、もうよね。着替えて。うん。としちゃん、あなた卒業したらやっぱりこっちで働くの？ああ、あの会社1年間営業部で試されて、そこで無難にこなせばやがて海外勤務もできるんだって。営業なんてできるのかな、あなたに。君はどうするんだよ、か例の化粧品会社の面接うまくいったんだろう。私ね、なんだか疲れちゃった。東京には夢がない、都会には事の葉がない、せかせかと、ただ人間が動いてるだけ。私擦り切れてなくなっちゃいそう。で、22歳の別れかい。中学生の時に知ってからずっと好きだった。この歌よく一人で聴いていた。今日はね、だから二人で聴きたかった。帰ろうよ、としちゃん、つくみに。ねえ、私田舎がいいよ。つくみに帰る。陽子、つくみへ帰ろう。東京での会社勤めなんてやめて、田舎へ帰って、いっそ嫁に来るか、俺のところへ。そう、としちゃんが言ってくれる。そんな夢ばっかり見てるこの頃。陽子君はもっと強い子じゃなかったのかい？ごめんね、自転車のチェーン外れたふりして、あなたを恋人にし待ち伏せしちゃった頃の私、もうどこか行っちゃった。あれから5年だね。私にはもうみんな昔のこと、明日が見えなくなっちゃった。大きすぎるよね、東京って。迷子になりそう。みんな疲れてる。としちゃん、あなたどうしてそんなに元気にしていられるの？疲れないようにしているだけさ。うん。夜になっても忘れて布団を外に干したままでいる。そんな陽子の失敗を可愛いと思ってやれなかったのは、あの夜の雨のせいか、僕のせいか。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが
私もう行く。送っていくよ。一人で行く。じゃあ傘。雨がひどいから。いらない。じゃあこれ。いらない。これください。私もうボロボロ、つき切れそう。私布団しまうの忘れてて、濡らしちゃったね。ごめんなさい。アルバイト代全部罰金でかすめ取られて、陽子の誕生日のプレゼント一つ買ってやれなかった僕だって、ごめんなさいは同じこと。追われるとつい逃げ出してしまう僕が、あの時も言った。それが陽子を見た最後になった。それはあらかじめ書かれていたであろうと思われる陽子の手紙だった。ごめんなさい。私今夜は敏郎さんのアパートで夜を明かすつもりで来ました。敏郎さんがそうさせてくれるなら、もし敏郎さんがそう望むなら、私の誕生日にカリンの命が授かるなら、そしたらこんな私にも勇気が出たかもしれない。私たちキス一つしなかったよね。私たち一体何だったんだろうね。こんな手紙無駄になればいいという思いが半分、やっぱり置いてくることになるのかなという思いが半分。さようなら。私田舎に帰ります。どうかあなたはこれからもあなたのままで変わらずにいてください。そのままで、陽子。敏郎様へ。追伸。あなたのアルバムから写真一枚もらっていきます。ごめんなさい。いつの間に書き足したのだろう。この部屋で。あの頃、僕には陽子が重たかった。重たすぎた。陽子が。いや、陽子にまとわりついている何者かが。じゃあ今はどうなんだ。こんなところにいた。お昼食べません？上海行ったらまあできないし。そうだな。あの子、敏郎さんらしいわね。恋敵に同情するなんて。恋っていうよりな、何なんだろう。
弓は3年後公園おばさん計画進んでるのかい？やってます。塔が立ってもね、私モテモテなのよ。そっか。気にしたことなかったけど街中でも咲くんだな。彼岸花ね。リコリスとも言った？ライコリスって呼んでたね、アメリカ人は。綺麗な名前なんだ。花言葉は二つ。思うのはあなた一人、それから悲しい思い出。へえ。また雑学博士？ロマンチックなんだ。でもこの花、いろんな名前があるんだよね。それも確か不吉な感じの、シビト花とも言った？それだけじゃない。この花、子供作れないんださい。へえ。私と敏郎さんみたいに？海、俺たちなんだか取り返しのつかないものをいっぱい捨ててきたんじゃないか。なんで？そんなこと言うの？そんな風に考えるの？俺たち、幻を追いかけすぎたんだろうか。それとも追わなかったから幻になってしまったんだろうか。なんだこれは。辞表です。見ればわかる。何の冗談だ。専務、長い間お世話になりました。最後までわがまま言ってすみません。杉田だな。理由はお前に先に情報を渡したのが裏目に出たってわけか。確かに甘くて弱いと思いますが、やっぱりこれが僕なんです。分かってるよ。そんなお前に目をかけたんだからな俺は。俺も来年60だ。団塊の世代もそろそろ時代の表舞台からおさらばさ。この先にね、ベリーカンファタブルなホテルがあるんだけどね、ゆみさん。かわいくん、川？水が見たいの。流れる水が。ごめんね。ごちそうさま。あの、子供作りましょうよ、ね、子供。私が欲しかったのはね、小磯君の子供じゃなかったの。バイバイ。明かしたよ。どうすりゃいいんだよ、僕の子。マンションの階段を上る習慣がついたのもあの雨の夜からだった。最近なんかおかしい。私なんか怖いの。カリン、今日から俺ただの冴えない親父だ。上海は終わりだ。会社辞めてきた。どうして？ひろゆく君に会ったよ。え？分かってる、君たちのことは。
隠し事をしてたのは俺なんだ。隠し事？君のお母さん。嘘。本当だ。昔よく知っていた。あの人、あなたを好きだったの。友達だった。ひどい。黙ってるなんて。かりん、ひろゆく君と君、もう俺たちと同じ失敗を繰り返すんじゃない。同じ失敗。追いかけろひろゆく君を、どこまでも。そんな、敏郎さん、私、あなたが一文無しでも冴えない親父でもずっと一緒についていくつもりだった。僕が陽子を追いかけていけば、陽子は僕についてきてくれただろう。でもそれでは君は生まれなかった。僕が陽子を追わなかったから、カリン、君は今この世にいる。僕はカリンを自分の娘のように思っている。娘？あなたが敏郎さんがダメにしたのね、私たちのこと。僕は君の幸せを願っているんだ。ありがとうございます。さよなら、私帰ります。でも、でも僕より俺が好きです、私、やっぱり、うん、私のお守り。使わなかったのか。ろうそくに明かりを灯してください。娘なのだ。お世話だったかもしれないけど、私心配で来てしまったの。なんとなく敏郎さんから全部聞いたわ、あなたと博之君のことも。でもごめんね、そもそも最初にチクったのは私なんだ。あ、私藤田由美です。どういう関係なんですか、この人と。お友達。みんなお友達なんだ、あなたたち。思っていて、相手のことを本当に思っていて、その幸せを願っていて、それで離れていく。それを優しさだと信じてた。バカよね、私たち。残酷、ひどすぎます。じゃあ私、こんな私、一体何で生まれてきたのか、何のためにここにいるのか全然わかりません。私なんか産んで死んでしまうから、あの人が。さよなら、ありがとうございました。私、田口かりんです。
私さよならばかり言ってます。今日かりんさん、一言だけ言わせて。あなたはあなたのかけがえのないものを見つけるのよ。そして追いかけるの。叶えて幸せになれ。ありがとう。楽しい生活だった。さようなら、浅野博之。そんなに簡単にはしない。俺が探し出す。もしもし、ガイさん。ちょっと前に聞いちゃってよ、480円しか中堅に食べさせてくれっておっしゃるけんさ。もうあんたの知り合いやし、まあよかろうってね、いろいろ出しちゃったんだい。そしたらね、ずっと泣きながら食べよるったい。なんだかやばい思ってさ。おじさん、かなえ地味にしておいてください。行くぞ。何があったか知らんけど、死んどったら焼き鳥も食えんかったんだぞ。ひろちゃん、私あなたを一人にしてごめんね。どうしたんだ一体。俺がいるとカリンが吹っ切れないんじゃないかと思って、俺はもういない方がいいんじゃないかと思って、そしたら死ぬ前にもう一度ここの焼き鳥が食べたくて。バカ野郎、死ぬぐらいならどうして俺からカリンを奪っていかないんだよ。どうして人をと言えないんだよ。お前の大切な言葉をいっそ嫁に来るか、俺のところ。お母さん、今後うちで働くことにしたん。うちは男さんに女二人の子持ちばってん、こげな家業みんな嫌がりましてね。でも今後うちの焼き鳥涙流してあんなうまそうに食うてくれたの初めてやけん、俺に気に入りました。うん、後継ぎができて俺もちょうどよかったよ。キャッツォー、よかったよかったじゃん。めでたしめでたし、終わりよければすべてよしね。すごいね。風や炎の前では人間が何やっても叶わないって思うよね。そう。
そうだね、焼かれてしまいそうだね。好きに行く前にちょっと寄ってみないか。ん？どこに？つくみ。ん？つくみ、陽子さんのふるさと。あの人もか。僕もね、22年ぶりだ。私知らないよ、そんな町。臼杵とトンネル一つの隣町だけど、歴史は全く異なった。古くからセメントで栄えてました。臼杵と違って山並みの白い。緑の山がどんどん白くなっていく。その様子を見ながら僕たちは毎日暮らしていたね。この日本という国の発展に役立っている、そういう誇りもあった。ここの山一つで日本全体の石灰石の消費量の2割近くを賄ってきたんだ。だからこんな大きなセメント工場があるんだ。ふるさとの山が失われていくこと恐れる気持ちもあったが、空が広くなったという友もいた。どっちが正しいんだろうね。人間が考えることに答えはないんだろう、きっと。でもつくみがやっぱり僕は好きさ。ふるさとだからね。僕たちが通った学校だ。あまり変わってないな。ここに相生というサッカー名人のクラスメートがいてね、陽子が死んだのを知ったのはその相生からの電話だった。陽子ちゃん死んだよ。陽子ちゃんが死んだ。死んだ？相生はセメント工場の重役の息子でね、今は父親の仕事を引き継いでいるはずだ。あいつはつくみ生まれの僕たちの理想だった。陽子は相生と一緒になるのかって思っていた。川野、お前なぜ陽子ちゃんを。じゃあ相生、お前はどうだったんだ。いつも海を見ていた。セメントを運ぶ大きな船が港を出ていった。それを二人で見てたの？いつもあの人と。お母さんとだよ。そう呼んだことないから、私。あの人のお墓？うん。陽子はね、ふるさとへ帰ってきたんだ。お花も咲いてるね。この花、元は中国原産なんだけど、種を作れないのにどうやって日本まで繁殖したと思う？誰か人間が持ち込んだんじゃないの？それがね、球根って1年に1センチだけ進むことができるんだって。そうやって毎年少しずつ、まだ大陸と日本が地続きだった頃移動してきたんじゃないかって。中国と日本ってどれぐらい離れてる？九州までだいたい1000キロくらい。じゃあ1億年か。そう、すごいよね、命の力って。子孫を残そうってみんな一生懸命なのよね。うん、私ね、子供ができたらカリンって名前つけるの。カリン？花に鈴って書くの。陽子が歯だから。そう、分かった。歯と花。じゃあ歯水花水。歯も花も互いに頼らない、自分らしく独立して生きる。でも根っこは一つ。でも男の子だったらどうするの？名前。女の子。それはもう決まってるの。私、女の子を一人産んでしっかり大切に育てるの。カリンは私の未来だから。強いんだね、君は。で、カリンのお父さんは敏郎くん。
あなた。さあ、それはどうかな。私だって怖いのよ。琴ノ葉を信じてる者はいつか現実に裏切られる。でもね、仕方ないね。それが私だから。うん。将来の、うんと未来の、僕の娘の名前はカリンなのだと、僕はその時からもう信じようとしていたような気がする。あの人、こんな町で生まれたんだ。カリン。ん？帰ってきたよ、君のふるさとへ。つくみと好き、こんなに近いのに。この町はね、セメント工場の進出を拒み続けてきた。山も人の暮らしも昔のまんまだ。いろんな考え方があるのね。いろんな生き方もあるのさ。カリンは母さんに愛されて生まれてきた。そう信じているよ。あの人が。そうかもしれないけど、私何も知らないから。でも僕は知ってる。だから私あなたに会えたの。そう信じるかどうかはカリン、君の意思だ。難しいのね。できるよ。カリンは母さんの子だもの、陽子の娘だもの。僕はそう信じるよ。僕じゃなくて俺。秋になるとね、この町に一斉に火が灯るの。町中にかい。うん、竹酔い。今度来ます。その時は私の誕生日、そしてあの人の命日。あ、そうしようかな。いいいい、そうしましょう、そうしましょう。申し訳ないことをいたしました。わざわざ娘を届けていただいて。はい。それに私もあなたと一度カリンさんのアパートの前で。そうでしたか、あの時の。いや、これは誠にいろいろとカリンがお世話になりましたな。ギター弾かれるんですね。まあ、22歳の別れ。先生がよく歌っておりましたから。陽子さんですね。ご存知でしたか、あれを。つくみの高校で同級生でした。お墓参りもさせていただきました。若すぎる、早すぎる結婚だったかもしれません、私とはね。だから、つ
巧みに返してやりました。世話してくれるものがあってお見合いでしたが、結婚してカリンが生まれて、あれが死んで、それからすぐに火事にも見舞われましてな、バタバタと火ばかりが立って、私考えてみればあれのことは何にも知りませんでしてね。ただ何かの時によく口ずさんでおりました、この22歳の別れという歌で。まあギターの音に親しんだ世代ですものね。私もカリンが母親のことを知りたがってる様子が伺えるとよく歌ってやりました。いや、お恥ずかしい。不器用な男で一つ、カリンも寂しいだろうからと後添えをもらいましたが、義理の母ともうまくいきませんでした。結局私の思い通りには何一つ参りませんでした。もしあれが生きながらえていれば、私の人生もあれの人生も随分変わっていたんでしょうがね。何やら許されない思いばかりが心の底にじーんと残っております。聞きたかったな、もう一度カリンの歌。22歳の別れ。ダメ。なぜってね、思い出は美しい出会いだけでいいから、別れの思い出なんてつまんないから。なるほど。それよりね、敏郎さん、ひろちゃんのことお願いね。まだ子供だし、焼き鳥屋たまには行ってあげて。あ、そうするよ。じゃあ、うん、これで終わりだね。僕たちの、いや俺たちの縁故。そうだね、楽しかったね。今度の竹酔いの日で、カリは22歳になります。そうか、あの人が死んだ年になるの。私あげる、これ。うん、ありがとう。ただの石だけど。さよなら、カリン。何？愛してるよ。分かってる。それお母さんに、よね。さよなら。さよなら。こうして僕の物語は完結した。ちゃんの22歳の誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。ああ、どうも、どうも、ありがとうございます。でね、薄木に帰ってやれって言ったんですよ。でもね、頑張って働いて店出してやるって。カリンちゃんのな。はい。薄木の町も今夜は綺麗なんでしょうね。そりゃあもう町中がお祝いのケーキでろうそくがいっぱい立ってるって思ってくださいよ。おやじ、行けば。はいよ。レアだよね。はい、レア。じゃあ陽子ちゃんも今夜幸せだねえ。敏郎さん、どうすちゃん、なんであなた黙りっぱなしなの。なんか喋んなさいよ。親子2代に失恋したからって
あなたも幸せなんでしょ、今日は。おお、ゆみ、お前も幸せだろ、俺と一緒で。子供なんかいなくてもな、愛があれば幸せ。あれ、俺お前に言わなかったっけ、そのこと。親な、お前のことが、ユミのことが、そりゃもう、そりゃもう、だからさ、いっそ嫁に来るか、俺んところ嫁に来るか。じゃあ行かなくても私はいいよ。つくみが、つくみが、とじちゃんのふるさとを。22歳の誕生日を迎えたら譲ろうと思ってた。何？お前を22歳で産んで死んだ母さんの形見だ。父さん、母さんが父さんと結婚したからカリンがここにいるんだね。カリンなあ、父さんはとうとう聞けなかったんだよ。何を？母さんはどうしてあんなにこの歌が好きだったのか。
それはいつか私が話してあげるよ。そうか。最後に僕がこの物語で最も望んだ場面をお見せしよう。あり得ることではない。だがカリン、君は僕の心の中の何かを呼び覚ましてくれた。それだけは真実だ。こんな物語では、ご油断なく。